Marvelous. ビーチボール戦乱神楽来ていただけてとても嬉しいです。あら珍しい、お客さんがたくさんいるわね。違うわね。はるかさん、見ていてくださいね、私の勇姿を。次も勝とうね、ベベタン。それでは、決勝戦を始めます。レディーファイト。早く行ってきなさい。ああ、リョーナさんが絶叫した隙に超必殺技を入れてくるなんて卑怯ですわ。気を抜く人が悪いんだよね、ベベタン。まさか。あなたもしかしてトイレで緑色の液体を触った？うん、ハンドソープが切れてたから棚から出して使ったよ。オーマイガー！ヨーナさん、その姿は何があったのですか？ヨミちゃん、ベロベロしてあげる。ペロ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 ー。ヨミちゃん逃げて。ペロペロされちゃいました。ワンワンワン、ペロ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 。
ください。わあ、なんてこと。ケモナールの効果は伝染するのに。何ですかこれ。会場のみんな避難して。なんか楽しくなってきたよ。キョン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 、みんなで獣になろうよ。ちょっとどうしたの。あら、なんだか可愛らしい動物がいますね。確かに可愛いことは可愛いけど、顔はヨミちゃんたちだよ。もしかしてこれってハルカさんの仕業じゃない。はい、そうです、その通りです。なんていうか、そのごめん。アスカさん、とりあえず暴れているリョーナさんを取り寄せましょう。うん、そうだね。あ、それはダメ。キョンキョンキョン、ただ取り押さえるんじゃなくて、どうせだったら縛ってほしいわ。だから触っちゃうと。これは、あらら、さすがにこのままだとまずいわね。さてどうしましょう。そうそう、あれあれ、この弾があればなんとかなるわ。だけど私一人でやるのはちょっと難しいかな。誰かの手伝いがないと。ねえ、あなた、ちょっと話を聞いてくれる？あの子たちは人の心を失いつつあるの。このままだと本物の動物になっちゃうわ。まずはじっくり話をして記憶を刺激しないと。で、人の心を取り戻してきたら、この玉はピーチボールっていうの。程よい振動を与えると特殊なミストを出してあの子たちの体を元に戻すことができるわ。というわけで、あなた手を貸してくれ。どうやってピーチボールに程よい振動を与えればいいのかって。そうね、ピンボール台を使えばいいんじゃないかしら。こんなこともあろうかと密かにお店のピンボール台を改造していたの。このお店暇だったしね。さあ、あの子たちをミストが届くピンボール台の上に乗せちゃいましょう。どうぞお好きなようになさってください。私たちの物語です。まずは人間だった時の思い出を刺激してみるわね。ユミちゃん、あの時のこと
覚えてるかしら。ほら、かわいい洋服を二人で買いに行ったわよね。あ、思い出したにゃ。私は楽しかったんだけど。待って待って、ユミちゃん、いいの？そんな猫のままだと黒影様が悲しむわよ。私は猫じゃない。私はユミ、黒影おじい様の孫。よし、人間の心を取り戻せたみたいね。私は一体。ユミちゃん、ちょっとピンボール台まで来てくれる？そうすれば動物顔を直せるから。ごめんなさいね、迷惑かけて。頼りにしてるわよ、ユミちゃん。あと、この人も手伝ってくれるからね。よろしくお願いいたします。しないでくださいね。ハム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 。いましたわ、紫さんです。もく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 。一心不乱にお菓子を食べていらっしゃいますね。ゲーム大会の参加賞の棚がすっからかんです。ガオー、私クマだよ。かわいいクマさんですね。思わずギューってしたくなります。ギューってしたら噛むよ、私クマだから。やっぱりかわいい。でもあんまりかわいくてちょっと嫉妬してしまうっぷり。ユミちゃん、クマになった紫ちゃんの可愛さに対抗してるの？そんなことしてないっぷり。してると思うわよ、語尾にプリがついてるし。なんでもいいけど邪魔しないで。食事を邪魔する気はないけど、いくらなんでも食べ過ぎじゃない？いいの、私これから冬眠に入るから。ゲームして寝て起きてゲームして、たまに宅配ピザを食べて。それは冬眠なのでしょうか、単なる引きこもり生活のような。え、そうなの？でも問題ないかも、快適な生活なら。そうですか、
強行手段に出たくはなかったですが、こうなったらインターネットを遮断するしかありませんね。え、ネットのない引きこもり生活なんて、私生きていけないよ。では私を信じてついてきてください。でも知らない人についていっちゃダメってお姉ちゃんが言ってました。イムさんですね。私はイムさんともお友達ですよ。イム、その名前には聞き覚えがあります。いい感じに記憶が戻ってきたわね。このままピンボール台まで誘導しちゃいましょう。ほらユミちゃん、このお菓子を使って。わかりました。紫さん、美味しいお菓子がありますよ。ほら、ガオー、お菓子をちょうだい。私が紫さんをピンボール台まで連れて行きます。そこからあとはあなたにお任せします。やっぱり可愛い。私も紫さんみたいに可愛くなりたいプリ。クマが可愛いなんておかしいです。そんなことありませんよ。私は他にも可愛いクマさんを知っていますし。そうなんですか。紫さんもご存知のはずですよ。ガウクリル、あれに当てましょう。It's showtime!
やれよな。おめでとうございます。おめでとう。さすがです。私今まだまだ終わりません。私のこと狙わないかを。私に何を。あなたの力見せていただきます。まだまだ先へ行けそうですね。いざだと隣を抜けしましょう。お見事。やるときはバトラーとやるか。任務達成おめでとうございます。ミッションコンプリートです。あの引っかきマス顔よ。さすがです。お見事くれる。
おめでとうございます。引っかきまっすぐおよ。まだあれやってましょう。完了いたしました。私はクマじゃない。可愛いクマはベベタンです。ベベタンといえば、紫さん覚えていますか？町で買い物をした時のこと。はい、私ベベタンのお友達を見つけたくて街に出かけたんですけど、一人で街へ買い物なんて慣れてなかったから、すぐに不安で胸がいっぱいになっちゃって。そんで物陰でうずくまっている紫さんを見かけた時は驚きました。ユミさんは私の話を聞くと買い物に付き合ってくれて一緒にたくさんお店を回りましたね。残念ながらベベタンのお友達は見つかりませんでしたけど。俺には紫さえいれば十分だしな。こいつ以上のマブダチはいらねえよ。だからベベタンのクリーニング用品だけ買ったんでしたよね。はい、いつでもベベタンをきれいにできるようにって。ベベタンは紫さんに愛されていますね。きっ、仕方ねえから、これからも愛されてやるぜ。ユミさんとお買い物した日のことは私の大切な思い出です。また一緒に行きましょうね。はい、ありがとうな、ユミ。紫が人間に戻れたのはお前のおかげだ。ほら、紫もさっさと礼を言いやがれ。
ユミさん、ありがとう。紫さん、戻った早々で申し訳ないのですが、まだ他の方たちが動物になっています。お手伝いをお願いできますか？はい、もちろんです。あなたもありがとうございました。なかなか見事なプレーだったと思います。ですが、あまり調子には乗らないように。無理をして怪我でもされたら困りますので。頭が痛くなってきたんだけど。ワンワンワンプリ、ワンワンワンプリだ。ワン、かわいいです。ワンプリ、リョーナさん、とてもかわいいです。ワンプリ、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 ワンプリ。ユミちゃん、いい加減にしなさい。早くリョーナちゃんを元に戻してあげなきゃでしょ。調子に乗ってしまいました。ほら、リョーナちゃんをピンボール台まで誘導するのよ。はい、ほら、リョーナさん、キャー。このままうまく誘導できそうですね。私たちもピンボール台に行きましょう。お願いします、リョーナさんを助けてあげてください。